消防と警察がユニークなコラボレーションです。ラップのリズムに乗せて防火と防犯を呼びかける動画の発表会が倉敷市で開かれました。華麗なラップを披露したのは実際の警察官と消防士です。怪しげなキャラクターが会場を歩きます。その正体は、人の油断で生まれる妖精、妖精ひもとんくんりん。会場で公開された動画は、倉敷美観地区で花火をする男女に消防士と警察官がラップで注意をするというものです。燃えたら危ない密集地、街並み奪われる一瞬に、かきらんよそれは犯罪、案外知らないけど軽犯罪。消防が警察にコラボを呼びかけ作成しました。消防だ、警察だ、お前の好き勝手にはさせない。会場には動画に出演した消防士と警察官が登場、ラップのリズムで火もとんを懲らしめました。作品としてもいいものが出来上がったのが一つで、警察さんとのつながりができたかも、そこもとても大きいことだったかと思います。このコラボ動画は倉敷市消防局の公式 YouTube や JR 倉敷駅のモニターなどで見ることができます。